普通に謝ればダサい人、自分を貫き通せばやばい人、ポジショニングが完璧に取れると最終的にはかぶいている人となる。芸能界でもそのポジショニングが群を抜いていたのが勝新さんと、現代であれば北野武さん。生き切っている、あそこまでやりきっている人は面白い、素晴らしいとさえ言える。たとえ問題を起こしたとしても、後に全てを笑い話にさえできる。その突き抜けたスタイルに美学がある。どんなネガティブな情報が流れた時でも、応援する人たち、ファンを作ることができる人が、何よりも誰よりも強く魅力的な人になれる。これは芸能界だけの話じゃない。あいつ、〇〇だけど、なんかいいんだよなぁ、と、いつの時代も人を魅了する本当にかっこいい人は、清濁合わせ持った、そんな人間だ。